じゃあこちらの文献について吉沢が、紹介させていただきます。概要です。機械学習の手法において、その入力するテキストの表現方法っていうものを、蓄積的に最適化して、自動決定する方法っていうのをこの論文は提案しています。で、標準的な、線形モデルがニューラルネットワークなどの非線形モデルに、迫る性能を、発揮したと。で、イントロダクションです。機械学習のその入力するテキストを入れる際に、それをどのような表現をして、入れるのかっていうことで、それで結構悩んで、結局どっちもやって比較実験をするみたいなことで、結構その時間かかることが多い。で、例としては、例えばストップワードは取り除いた方がいいのか、あるいは今回は除かない方がいいのかとか、あるいは単語の重み付けは01でいいのか、それとも TF-IDF とか、そういったものにした方がいいのかっていう、問題があります。で、これらの、組み合わせっていうのは、決して適当に決めていいものじゃなくて、パフォーマンスに性能に、今回はこの、シークエンシャルモデルベースオプティマイゼーションというものを適用してみようというものになっています。で、この辺はどうでもいいんですけど、訓練データというものが、まず当然あって、文章、もしくは普通に、テキストでいいんですけど、それを、今回分類を扱うんですけども、どういったものを、分類するのかという、ラベル付けを行ったデータというものを用意しておいて、でその、どのような表現したテキストがいいのかというものは、開発データを用いて、チューニングする。でその時の指標は、どういうその機械学習のことになってます。でその入力テキストの表現というものをさっきのそのストップワードを取り除くのかどうなのかとか、重み付けをどうするのかというものを、それぞれ成分で持ってきて、でベクトル化してやると。でこの Y 個で F っていうのはその指標ですね。指標のいわゆる関数みたいなことを表していて、今ここで Y 個で FX と置きますと、でそのさっきの SMBO アルゴリズムっていうもので、最適化していくってことになりますけれども、まずこのように、最初適当に初期値を決めます。何回繰り返すかという T と、その F ですね、どういう指標で見ていくかという F と、あとは確率のやつをとりあえずここで適当に、決めるとします。でその Y ですね。 Y はだから精度とかになりますけど、とりあえずそういうのも、とりあえず適当に初期化しておくと。であるなんていうのかな、この、入力 X を決めるような、関数みたいなのが目的関数みたいなのがありますので、それを最大とするような、入力ベクトル X を取るような X をまず、見つけて、でそれを、その指標Y アスタリスクっていうものを更新します。で簡単に言うと、これをぐっと繰り返して、でその時結局、Y が、最もいい、要するに最もその開発データで、得られたその最も良い精度の時のその X っていうものを入力の表現っていうものを、獲得しようというものになっています。はい。でちょっと、今回サブウェイ適当に貼り付けたんですけど、関数はこのようになっていて、これを簡単に説明すると、この Y アスタリスク一つの基準の値に対して、Y をこう変化させていくわけですけど、そういうの差ですね。差を求めて、それの確率的な平均期待値ですね。期待値を求めていると。で、まあそのこの差が大きくなればなるほど、まあ、要するに y が、より良い指標の精度を取っているわけですので、まあ、これが高くなるような、まあ、x を求めることが、つまりと Rmax を求めることが望まれていて、でただしここ確率の部分ですね、ここが、少々計算がっていうか、ここがちょっと不足性ありますので、ここを、TPE というこのジュリー・ストラクチャード・パーゼン・エスティメーターという、まあ、僕まだしっかり理解しないんですけども、これを、まあ、考えを用います。これは、まあ、まず、この P の y オーバー x っていうのは P の y かけることの P の x オーバー y ってなるんですけども、その P の x オーバー y っていうものが、まあ、y がまあ与えられた上で、まあ、x がどういう分布するかなんですけど、その前を式1よりも、下か上かで、まあ、下だったら 下の時の x の分布っていうのと、上だったらっていう時の、まあp の分布っていうものに、まあで考えてやろうという考え方がこの TPE というものになっています。でそうしますと、でこの A ですね、これを、ちょっと変形しますと、まあ、最終的にはこのようなものに比例するっていうことになって、でこのガンマっていうのが、まあ、P が Y アスリスクよりも P っていうか Y が Y アスリスクの小さいところを取るような、ガンマっていうものになりまして、でつまり結局これの Argmax X を取るということは、つまりここの部分だけを基本的には考えてやればよいということになります。でこうすることでいわゆるまあ、最適化することができるようになったというものになっています。はいで、まあ、理論はここまでで実験です。本手法は、ロジスティックか本手法さっきの理論を、まあ、ロジスティック解禁に、適用してみるということで、で今回考える、まあ、ハイパーパラメータっていうかテキストの、表現がこちらになっています。で、まあ、N グラムで、まあ、どのように、まあ、見ていくかっていうのと、あとさっき言ったウェイトですね、まあTF か TF-IDF かバイナリーかっていうのと、あとストップワードを取り除くかっていうのと、であとこっちの下の方はあれですね、ロジスティック回帰における生息加工の追加における、まあまあ、ハイパーパラメータの調節になってます。まあ、L1 ノルムか L2 ノルムをこう積加工とつけるかっていうのと、であとその生息加工の強さですね、まあ、強さがどのぐらいにするかとかいうのと、あとそれの最後その、回帰を、まあ、学習していくわけですけど、その収束判定の、許容範囲っていうものになっています。で、でさっきその T ラージ T ですね、何回も繰り返して言いましたけど、それは、30回、とりあえず今回繰り返すということでして、データの大きさはベースラインと同じ訓練データテストを使って、開発データには訓練データの2割を使うということになっています。で実験しました。で一つがこの Amazon の家電製品のレビューと、あと IMDb の、まあ、映画のレビューっていうもので、まあ、上記の感情を日文で今、まあ、快か不快か、まあ、ポジティブかネガティブかっていうのでやってみたところ、下の方がいい精度になっていて、まあ、この LR っていうのが、提案手法ですね。で上がまあそういうまでものになってますけど、だからこの CNN とかニューラルネットワークには、まあ、やや負けてると。ただし、他のまあ機械学習の、モデルですね、それらには、まあ、勝っているということで、筆者らが言ったのは勝っているというのと、まあCNN とかに、例えば 91.61 と 91.56 がほぼ差がないよねみたいな、そういったことをまあ主張しています。で次に、米国議会の議論のデータセットで、まあ、投票に関する賛成か反対かのまあ予測というか、まあ、分類ですね、そういったものに関しては、まあ、LR が、既存の手法に比べて、まあ、高いものになっているということが挙げられます。で、あと、ニュースのトピックですね、トピック20の、20ニュースグループかな、それの、分類においても、LR が、既存の商用でもよい、ものを、制度を出しているということになっています。で、あと結局じゃあその、表現方法はどのようになったかっていうのが、こちらになっています。今回一番上は説明しないんですけど、それ以外は順番通りになっていて、で最後に、最後20のトピックのやつなんですけど、それを今度トピックごとにも、やってみたっていうものになっています。はい。で、筆者はが主張しているのは、やっぱり、ストップワードを、取り除くとかいうのはやっぱり、モデルによって異なるというか、それぞれモデルごとに微妙にあちこち、異なってきたので、やっぱり、まず、そのいい加減に入力表現を、決めてはいけないよねってことを主張しています。はい。で最後にその、Y アスタリスクをY アスタリスクがいわゆる最高の精度に最高のっていうか今までその、ハイパーパラメータを試行錯誤していくうちでの精度になっていますけど、それが、どのくらいでその、収束っていうか高いものを得るかってものになっています。この緑色のやつがそのいわゆる Y アスタリスクですね、一番高いものにこの T を増やしていく上で一番高いものになっていて、で、この、破線のものは、普通にその更新していく上で、どのような、Y を取っていくのかというものになっています。これを見ると、数回で一応、80% ぐらい取っているということになっていて、ただこれがまぐれだとしても、やっぱり例えば、スタンフォード・センチメントの方では15以上で、ある程度の、その、80に達するようなものを得てきていると。で、コングレスにおいても、大体30回くらいで、ややちょっと上がってくらいで、やはり30回くらいが妥当なのではないのかということを、筆者らは考察しています。で、まとめです。ベイズ最適化によってさまざまな分類問題に対してテキスト表現に関する選択の最適化というものを行いました。で、特にトピックモデルと感情分析においては、標準的な線形モデルで、ロジスティック回帰ですけど、今回は既存の最高精度に迫ることを示したということになっています。じゃあ以上で発表があります。ありがとうございます。